騎馬像の背景には、マドリード王宮、オリエンテ広場は、スペイン、マドリード中心部にある広場。スペイン王補正一世が中世以来の住宅が、立ち並んでいた場所を一掃させ、ナルシソ、パスクアルイコロメルによって、広場が完成した。マドリード王宮の東側にあることから、オリエンテ広場と名付けられた。広場の東側は、テアトロレアル。 北側はラエンカルナシー温州動員である。バロック様式の庭園を持つ19世紀半ばに建てられたテアトロレアル隣の高層住宅美しく舗装されたバイレン通りの歩道。1996年までここは王宮とつながっていた18世紀に作られたマドリード王宮は東側に庭園が作られていた。1808年から1813年まで スペイン王であった、ホセイッセイは、王宮周辺の建物を取り壊し、市内全体の道路とアクセスの良い都市計画を練った。その後、フェルナンド七世は、古い劇場を廃止し、王宮と向かい合う場所に新劇場を、イシドロ・ベラスケスに設計させた。ベラスケスが指揮した計画では広場そのものは、半円形で、ポルチコを設置し、劇場の両側に左右対称の住宅を参。 ブロックずつ連ねるものだった。イサベル2世時代の1836年、フェルナンド7世時代に設計された建設計画が取り留められ、変わって、テアトロレアルのデザインと同室の建設計画で施行された。1850年まで、テアトロレアルは完成しなかったけれども、王宮を見下ろす西側ファサードは広場の外観と共にあった。1842年、カーブのある 長方形の広場となる可能性を考慮し、左右対称となる6区画が考案された。しかし区画は片側に区画に減らされた。1851年、ナルシソ・パスクアルの設計に従った建設計画で住宅建設が始まった。広場の庭園は時間の経過とともに驚くべき変化を遂げた。1941年まで広場の中心にある フェリペ4世騎馬像の周りを庭園が閉めたが、園周の端に移動させられた。西高等王国やスペイン各王家の王の彫像は44体が設置されていたが、1927年に20体に減らされた。現在の庭園設計は1941年以来のものである。20体の彫像群は、中央の騎馬像を挟んで両側1 0体ずつ並べられている。 ホセマリア・アルバレス市長時代の1990年代半ば、広場が再び刷新された。広場と王宮の間にバイレン通りが作られ、王宮から広場が切り離された。テアトロレアルから伸びる歩道が整備された。広場の下に地下ショッピングモールと地下駐車場を作るという案は最終的に却下された。工事で、 いくつかの考古学発見がなされ議論が盛んとなったが、その多くは壊され、1996年に工事は完了した。フェリペ4世騎馬像イタリア人彫刻家、ピエトロタッカが、ディエゴ・ベラスケスの描いた肖像を参考に頭部を作り、胸部をフアン・マルティネス・モンタネスが作った。父フェリペ3世の騎馬像より優れた自分の像が欲しいというフェリペ4世が望み、命令を受けた。 オリバーレス白公爵がスパールデグスマンが具体的に騎馬像制作の指示を出した。1843年、イサベル2世の命令でオリエンテ広場に設置された。像は東を向いている。芸術的価値はもちろん技術的な面からも騎馬彫刻の傑作とされている。日本の後ろ足で立ち上がったこの騎馬は世界初の試みであり、その尻尾は下に下がっている。 微妙なバランスに支えられ、像の重量配分を計算した上で作られている。台座の四方には、制動性のライオン像が設置されている。その他台座のレリーフには、サンティアゴ騎士団の服装をしたベラスケス像が彫られ、フェリペ4世が芸術を保護したことを表す具話となっている。広場に並んで立つ王たちの像広場には、20体の王たちの長像が並んでいる。 これらの像は石灰岩で作られ、広場の中央庭園をハサミ東西に分かれて立つ。これらの彫刻は、マドリード王宮の装飾のためスペイン王に献上された一連の彫刻の一部で、フェルナンド六世時代の1750年から1753年にかけ王宮に設置された。当初は王宮の頂上を彫刻で装飾する構想であったが、実現しなかった。 建物が彫像そのものの重みに耐えられないとされたからである。言い伝えでは将来王様になったカルロス3世の母エリザベッタ・ファルネーゼが典型で彫像が王宮から崩落するのを夢に見たためだとされてきた。彫像はすぐにマドリード市内に分散させられた。オリエンテ広場のほか、レティーロ公園、サバティーニ庭園、カプリチョ公園、プエルタデトレドに彫像がある。 また一部は県外に運ばれ、ナバラ王の彫像の一部がパンプローナに、またブルゴスにも彫像が運ばれた。ありがとうございます。